皆さん大好きなね、煮魚です。難しいようなイメージがあるかもしれませんけど、すごい簡単です。煮魚がね、まるでフレンチのね、こうソースのようにね、美味しい甘辛いね、ソースに変身してきます、ね、楽しみにしてください。はい、煮魚なんですけど、一番のポイントはね、下処理です、ね、生臭い匂いします、必ず、ね、この匂いが移るから生臭くなります。どうするかというと、ね、はい、フライパンに、ね、お湯沸かします。フライパンがいいですよ、広くて浅いですから。そこにね、こういうブリをね、沸いてるところにチャポーンと、はい、目安は、はいはい、ほら、はい、白くなりましたね。はい、そうしたら、はい、もう OK です。よいしょ、チャポン。ここでね、火を入れるんじゃなくて、こう生臭み、血合いを取るために沸いてるところにチャポーンと入れてね、またひっくり返します。はいはい、大体ね、1、2、3秒ぐらいでいいですね。はい、ここね、鱗とか残ってますんで、こういうところをこうね、指でこうなぞってあげます。こうたまにこう血合いとかあるんで、こういうところをきれいに手抜きしちゃダメです。ここが本当に全然違います。溜めた水ですよ。はい、じゃなくてね、この身崩れしやすいんで、これは今日ブリですけど、例えばね、金目だろうが煮魚、全部共通です。必ず、ね、これ霜降りがポイントです。ブリの、ね、煮付けもね、フライパンで作ります。まず調味料作ります。はい、まず火つけちゃダメですよ。火をつける前のフライパンにまずね、砂糖ちょっと入れますね。はい、みりんです。はい、お醤油、ここに同割りのお酒とね、お水を入れます。はい、煮汁ですね。よーく見てください、皆さん、ほら、こんなにシャバシャバで薄い、変身してますからね。でね、必ず味見してください。今はね、こうちゃんと砂糖を溶かしたら味見してください。この味をね、覚えてくださいね。ここで必ず味見をね、ちょっとして、うん、こんな薄いのに、ね、先生大丈夫かな、多分皆さん思います。大丈夫です。そうしたら、先ほどのね、ブリです。チャポン。はい、そしたらね、ごぼうです。4等分を、だいたい 3,4 センチぐらいですね、切ってパラ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 、まあ、お好みで別に生姜でも構いませんけどね、生姜入れすぎるとね、生姜の匂いがきつくなりますんで。でね、今日は霜降りしてますから生臭くないんで、生姜よりごぼうがね、おすすめです。この香りがね、いい仕事します。はい、そうしたらね、落とし蓋ね、ない人いますよね。だったらこういうキッチンペーパーですね、ここね、はい、真ん中に穴開けます。そうしたらこのままポトッ、ここでポイントです。はい、角を内側に折ります。はい、内側に折ります。はい、これで初めて火をつけます。で、火加減は中火です。はいね、皆さんね、強火にしたがるんですけど、強火ダメですよ、火が流れちゃいますから。あとはね、見ててください、このシャバシャバな、お出汁がぐーっと煮詰まってきますので、あとはもうほっとくだけです。ね、煮魚よく煮つけていますよね。ということはタレをつけて食べるものなんですね、煮魚というのは。野菜には味が入り込みますけど、魚にはね、味は入らないです。ということをイメージして、美味しい味までくーっと詰めていくというのがポイントです。はい、ここまで煮詰まったら目安ですね。そうしたらね、ずーっとね、火加減は中火で大丈夫ですよ。そうしたら先ほどのね、こうキッチンペーパーを、はい、ぎゅー、この美味しいお出汁を無駄なく、はい、戻します。ここでね、必ずね、味を確認してください。うん、まだ気持ち薄いなって感じですね。ここで最終的にフライパンをこう手前に傾けます。そうしたら汁が寄ってきますので、この汁をこうかけてあげる感じですね。で、火加減はずっと中火でいいです。そうすると、どん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 こう蒸発していきます。で、ツヤも出てきますね。でね、例えばこのおつゆ余ったらね、捨てないで取っといた方がいいですね。タッパか何かに冷凍しておいて、また煮魚作る時にその出汁をね、足してあげると、この旨味の詰まったタレがありますので、また作ってもね、自分ちのオリジナルの味が、伝統の味になりますのでね。はい、完成です。はい、